旧由良トンネルですね、定番のそこにこの牛蜜時に行ってみようというわけでやってきましたが、旧由良トン行くぜ。ちょうど真下が由良トンネルですね。だからか、おー落石やばいこれガードレールないから端っこ、もう慎重に行かないとやばいよ。落石やっぱ増えてるな。ほらちょっと待って、怖い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 。そこちゃんと運転せんとやばいぞ。落石増えてるわ。この牛見つ時に来るの怖いな。怖いというか危険ですよね。ちょっとそういうなんかやっぱり心霊スポットに牛見つ時に来るとなんか見たりするっていうのも分かる気がした。分かる気がするというか、なんていうかな、なんかある、何これ、照明、シーリングライト。とりあえずこう眠い感じになるからちょっと変な夢を見たような状態になるっていうのも分かるな。夢うつつな感じやね今。怖くなってきましたが、これ気合い入れていくぞ。せっかく来たんやからな、行くぜ行くぜって。どこはどのあたりやろな、まだかな、まだかよ。うわまだかよ。うわ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 、なんか変な動物が出てきたんや。あ、ちょ待って、ちょ待ってくれ、めっちゃ新しいなっとるやん。めっちゃ新しくなってるやん。何これ、めちゃくちゃ綺麗になってるぞ。それでは旧由良トンネル到着。牛蜜時ですね、今ちょうどですね、牛蜜時にこの旧由良トンネル来ておりますが、はい、行きましょうか。ただちょっとこれがっかりなのが、これ見てこれ、これめっちゃ新しなってるやん、これこの入り口のとこ、こ雰囲気ちょっと違うこれ安心感すごいぞ。なんかいる、なんかいる、何これ、金槌落ちてる。あ、カエルおるん、カエル、カエルおるやん、でっけえこれ、このカエル、森青ガエルかな、でっけえな。どうですか、こんなトンネルででかい青ガエルがいました逃げようとしてる、ジャンプ、可愛らしいね。なんかいるなと思ったらカエルでしたね。モリアオガエルか。うう。モリアオガエルでした。逃がしてあげようか。これコンクリートやから登られへんねやな。コンクリートやから登れない。まあいいか、そっとしとくか。びっくりさせたかね。まあそういう感じで可愛いカエルも出迎えてくれまして、このトンネル、旧由良トンネル、水がすごい溜まってるよ。やっぱトンネルの中だけなんかすごいな、相変わらず。この雰囲気も相変わらずなんやけど、入り口が変わってしまってるからちょっと雰囲気が変わった印象があるな。あとなんか補強工事やってるのかね、これ前来た時とだいぶ違いますね。
前来た時とだいぶ違いますね、うん、この感じ。補強工事とかこれモルタル吹き付けてあるし、ここ来たの何年前だっけ、2年ぐらい前ですかね、1、2年前か。その頃こんなんじゃなかったもんね。もっとなんか完全にヤバそうなトンネルやったけど、これ多分変わってるね、うん、あでもここからは古いままか。このあでも反対側向けるの怖いな、なんもない感じせえな反対側。旧裏トン、ここはやっぱり心霊スポットになってましたが、ちょっとこれモルタル吹き付けすぎじゃない、モルタル吹き付けてやるから、なんか人工洞窟みたいになってるやん、ほらなんかテーマパークの人工洞窟みたいになってるやん。感じが変わったな、こりゃ恐怖心はちょっと薄れたか。初めて来た時はこんなヤバいところまだ和歌山県にあったんやって思ったけど、飛行機の音か。虫蜜時に来る場所としては最適かなと思ったら、まさかのまさかの改修工事が行われており、かなりイメージが変わってしまいましたね。こっちもこんなんやったっけ、なんかイメージがあんま記憶にないんですが、こんなもんでしたっけ。旧由良トンネルすごい怖いイメージあったけど、どうよこれ。もっとレンガ造りだった気がするんですけど、どうやらなレンガ造りで、でまあこんな感じやったんかな。でもこのモルタル吹き付けじゃなかったよね、なんか手彫りのトンネルみたいになってたよね、だからすごい怖いイメージあったよ。けどこれモルタル吹き付けたからね、だいぶ違うな。でまあこれで旧由良トンネルこんな状態になったんで、でまあこのなんかちょっとイメージ変わったな、すごい。あでもカエルまたはいるぞ、これ違うカエルか、さっきとこれ普通の土ガエルか、土ガエルか。疲れた、なんかめちゃめちゃ疲れた。ここまで2時間3時間かかったから、3時間は言い過ぎか、2時間半ぐらいかけて夜へ来たのに、ちょっとなんか補修工事されてて、まあしょうがないか、現行のトンネルやからね。ここも一応旧トンネルとはいえ普通には通行できるトンネルなんで、これ補修工事もやるわな。まあ、耐震工事っていうほどでもないけど、モルタル吹きつけて崩れてこないように工事したい。だからだいぶイメージが変わってしまいましたね。旧由良トンネルはこんな状態になってます、2022年。これは飯垣トンネルには遠く及ばないな、この状態。昔来た時こんなんじゃなかったけどな、だいぶ変わったな。イメチェンしすぎやろ、イメチェンしすぎやろ。泥とかめっちゃ溜まってるやん、この状態なんなんすかね。どうやったらこの溜まるの、えぐ。
というわけで旧由良トンネルはかなり変わっていたというこの感じで、そこまで車での道の方が怖いな、車での道の方が怖いというわけで、まあ牛水時に来てみたけど、なんか驚くほど怖いというほどでもなかったな。まあでも車での道が怖かったね。車での道が雰囲気醸し出してるからね。やっぱあの息が気持ち悪いな、あの、車見つかったっていう池が気持ち悪いな。なんか上からポタポタ落ちてくんやけどな。カエル見てか、カエルだけに、カエル見て帰ろうっと。あ、なんか食べてるこれ。これ虫食べてるこれ。虫食べてるよな。ほら。ちょうど虫なんか食ってるわ。あ、飛んでくる虫食ってたんや、こいつ。はい。帰りましょう。もう旧由良トンネルこんな状態で雰囲気も減ったくれもないね。この、あの中辺のあのトンネルみたいになってる。なんか上からなんかパラ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 落ちてきてんやけど、葉っぱとかなんか。上なんかおうんちゃん。怖いな。と無理やり恐怖感を煽りつつ帰りましょう。なんか来るとき、アナグマみたいなのおってめっちゃ怖かったんやけど。あとなんか土砂崩れてきそうやな、この上から。早く行こう、怖いわ。それで帰りましょう。ほらパラパラ言ってるやろ、怖い。ウィンカーがなんかもげかけてるんやけど、これいけんの、これ交換センター感じじゃん、これ。セールが回らん、セールが回らなくなった。どういうこと？クラッチ切ってもダメ。なんでこんなとこでかよ。やばいな、これトラブル発生か、もしかして。こんなん押しがけ無理やろ、しんどいな。マジトラブった、やばい。心霊スポットなんか来るか、こうなんねん。しかも牛蜜時の心霊スポットでトラブルか。へえ、嘘やん。なんでトラブんの、押しがけ試す。暗い、こんなとこでかい、怖えな。幸い坂ではあるが。いた、あ、これバッテリー上がりか、もしかしてぽいな。くそー、いくぞー。参ったな、トラブルやばいって。ほう、バッテリー上がりっぽいな。バッテリー上がりとかあんのかよ。まあでもバッテリーこれ2年以上昔のやつやからな、とりあえずエンジンかかったらよかったよ。こんな真っ暗な峠でまさかトラブって、ちょっと泣きそうになったわ、やばい。アイドリング弱いね、やっぱり。ほら、とりあえずこのまま行きます。心霊スポットでこんなトラブル勘弁してほしいやん。怖っ。まあでも峠でよかったよね、ちょっと下りで。確かに充電は車検の時やらんかったよね。車検の時充電せんかったのかな。で、まあこのところ全く乗ってなかったから、バッテリー上がっててもおかしくはないよな。バッテリー上がり気味の状態の時に
GoPro とかを充電しながら来たから、確かにバッテリー上がってもおかしくないような状況ではありましたね。ただあのタイミングで鳴るかっていうね、セルを回してんのにセルが回らないというね、セルボタン押してもセルが回らないという、めちゃめちゃ焦ったわ。これで燃料ポンプまで動かないぐらいまで電力なくなったら多分罪やでね、 FY やから。根性で押し掛けしちゃった。さあこの池の呪いかもしれない。なんかでも やっぱりこういうとこ来るとよからぬことが起きるんやな、なんとなくそう思った。うわちょっと涼み半分で来たのに、ああ汗かいてもうた、嫌な汗を。あの心霊スポットの中入った時より全然怖かったね。これが油汗やね。こんなとこでやばいよね。というわけで皆さんもね、バッテリーチェックは、定期的に行ってください。これ特にこういうややこい場所に行く方はね、車もバイクもね、バッテリー上がったらやばい。トラブルとしては最悪やん。パンクの次にやばい。